港の YO チャンネルへようこそ Welcome to Harvard YO Harvard はい今日は私の初投稿ということでこのチャンネルで今後どのような動画が配信されるのかや私の簡単な自己紹介をしていきたいと思いますでは、えー、早速簡単な自己紹介から始めますまず私は海外経験があります どこの国に住んでいたのかなどは今後の動画を通してご紹介できたらなと思っていますのでぜひ楽しみにしていてくださいね、えー、次に海外経験があるということもあり国際文化には言語や芸術などいろいろありますが国によって個性や特徴があって面白いですよねそしてもちろん日本文化も大好きで特にあの日本の伝統文様なんかを目にするともうテンションが上がります 日本の浴衣や着物なんかも大好きですねはい次に私の趣味なんですが映画鑑賞そして音楽を聴くのも好きですジャンルは問わずいろいろなものを見たり聞いたりしていますね何か映画や音楽に関連した動画も今後配信できたらいいなぁなんて考えてまいます、えー、そしてこのチャンネルでは主に英語学習コンテンツを配信していきます 英語と日本語で配信していくので英語の勉強になるのはもちろん今話題の民間英語試験対策にもなります民間英語試験対策といっても試験にはいろいろなタイプがあって英検 TOFLTOICILTS、e e、などこれからそれぞれについて細かく今後説明していきたいなと思っています。そして 専門分野も含めたさまざまな科目の内容を紹介するので多分野の知識も増えますし他国の文化を知るる機会にもなると思います、えー、では先ほどの民間英語試験について深く掘り下げていきます、えー、まずは英英語能能力技定ですねこれは多くの人に身近な試験だと思いますがまずこの英検では学問的な内容アカデミックな内容がよく聞かれるのでさまざまな科目紹介を 今後このチャンネルを通してやっていきたいと思っているのですがそれをご視聴いただければ特にいろんな知識や例を頭の中に入れておけば多くの人が苦手とするスピーキング対策にもなります。で皆さんで一緒に上の球をどんどん目指していきましょう。 次に紹介するのがトフルですねトフルこちらもまたアカデミックな学問的な内容を聞かれるのでえ幅広い知識があるとどんな内容が出題されても柔軟に対応できるようになりますそして例を知っておくことでライティングにも対応できるようになると思いますえライティングではこういかに頭の中にある例をどん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 自分の引き出しを使って その文章中に入れていくことができるかっていうことで得点アップにもつながっていくので是非この動画を通して多くの例も一緒に学んでいただければなと思っていますそしてこちらも高得点を目指していきましょうそしてトイックですねこの先ほどの英検や TOFL の内容も当てはまるのですがさまざまな知識があると問題にもなじみやすいのでいきなり 実際のスキャンを受けてみて「うわ何だこのトピック!」みたいな感じでこう焦ってしまうことも減るんではないでしょうかえそしてこの動画などは今後英語バージョンでも配信していきたいと思っているのでそちらも視聴していただくことでリスニング対策にもなると思います結構トイックのリスニング問題ってこう早口でネイティブが話していることなどが多いのでこちらのこの日本語と英語の配信両方視聴していただくことで 耳も英語にも日本語にも鳴らしていけると思いますそして最後にアイエルツですねアイエルツも幅広い知識でスピーキングも柔軟に対応できると思いますそしてこの動画をいろいろなジャンルの動画を見て高得点を目指していきましょう そうですねえー、今ざっとこのチャンネルがどのように民間英語試験対策になるのかを説明しましたがそれぞれの試験に特化した対策も今後紹介する機会を設けたいなと思っていますのでどうぞお楽しみに、えー、そうですね今は新型コロナウイルスの影響で世界中で多くの方が困難に打ち勝とうとしています家にいる時間が多いからこそできることとしてこのチャンネルとともに新たなことにチャレンジしましょうその一つとして 今まで苦手だったあまり勉強時間を作れなかった英語に挑戦するのはどうですか、えー、他にも計画中な動画としては海外紹介ですね先ほど私は海外経験があると言いましたがそれらを生かしてその現地の食べ物や観光名所言語であったりあと乗り物も紹介していければなと思いますそして言語に関しても英語だけではなくて他の 第三言語第四言語となれるようにさまざまな言語も紹介していきたいなと思っていますえそしてその他 SNS で情報発信もしていきたいなと思いますのでそれらも解説予定でございますはい一緒に新たなことに挑戦していきましょうこれから少しずつではありますが動画を配信していきたいと思いますのでこれから皆様どうぞよろしくお願いしますご視聴ありがとうございました てチャンン、ネル登録、いいいねボタンそしし動画の共有もお願いします。では、また次の動画でお会いしましょう。See you next time! Bye!